私はいつも通りの生活ですね、残念ながら。ああ、なんか YNN やってるらしいな。今もやってるん。そっか、クリスマスやからやってるか。じゃあねえやって、もう寝てん。もうめっちゃ寝てん。11時ぐらいまで寝て、あ眠いなー、あじゃあ11時半ぐらいに起きて、いや眠いなーと思って、とりあえず頑張って起きてみるか、起きたんだけど、あ無理と思って、12時から30分ぐらい寝た。こんにちは。マジで帰る準備してんねんけどさ。なんかどこまで持って帰っていいか分からん。困ったな。ジングルベール、ジングルベール、鈴鹿。今日は楽しいクリスマス。今日は楽しいひな祭り。そんな楽しいって決めつけるのはよくないと思う。ケチつけるやつ。昨日の19時から今日の19時まで。なるほど。あれスタッフさんマジ大変よな。スタッフさんがマジで24時間一番起きてる。何持って帰っていいかな。悩むところですね。そしてさ、ねえ、私の悩みなんだけどさ、私本当に夏の時か公演がある時か稽古がある時しかカフェラテ飲まないのよ。だからさ、なんかあと3つぐらい残ってんのにさ、もう飲めないんだよ私。本当にあれ集中材料だからさ、私の本当ない、ちょっとあるとな、あると困ってんの今。どうしようか、みんな。こんにちは。みんなこんにちはって言ってくれるわ。頑張ってください。ありがとあ、乾いてない。フードのとこ全然乾いてない。ああ、乾いてよ、もう。ああ。もう乾いた。ちょっともうなんかさ、スケジュール帳買ったけどさ、もう12月空っぽやん。 どうしてくれるの？もうイベントしか書いてないで、もうそれ以外予定ないもん。みんな何してんの？私はあと何をしたらいいんですか？ワインも飲みきってないし、昼からワインはさすがに無理、きつい。この後が生きていかれへん。みんなは今仕事中ですか？あ、でも土曜日とかやから、まあ仕事の人は少ないか。みんな元気？カフェラテ忘年会イベント会場ドリンクで500円。やばい、高い。それは、それダメです。それはしない。とりあえ
別に今日荷物送る必要はないよね多分ね。まだ生き、あのまだあの生きるとか言っちゃって、まだ住むからちょっと。今日24、26に送るか。26。そう、何がイベント終わったら郵便局はもうすでに閉まってるっていうね。こういうの荷造りもそうやけどほんま苦手。25。待って、これだけか選択肢だ。なるほど。まあ選択したら正直もうインナー1個でもいけるよな。いつもさ下にインナー着てんねんけど、今2個あるんやな。で、まあ、今も着てるやろ。3着あるねん。だからやっぱ全部26に送ろうか。26やな。26までこの荷物たちを放置するのか。やだー、それは嫌。明日何着ようかな。明日クリスマス明日クリスマスとか言ってんの。だから何って感じ。だからどうしたこの野郎。何の話してんの。いや、荷造りの話ですよ。どのタイミングで大阪から東京にもぶち送ろうかなって。一個ずつ送ればやばそれはやばすんぎ。どうしようかな。送りたいものは何ですか。フードが乾いてない。これはあとパジャマもいつ送るか問題。27の朝にも送るべきってことは全部27にやればいいんか。いやでもそうなると荷物が増えるんだよな。困ったね。みんなは荷造り得意ですか。遠征とかします。この眠さは何の眠さ。頑張って起きよう。おじいに大阪まで迎えに来てもろたら。いや、迎えに来てもらったとしてさ、逆にお互い帰んのきついよ。私だって8時間車できついよ。いや、まあ行けるけど、好きやしそういうの。けど新幹線でパッと帰りたくない ねえ。あなたが好きです。私に気づいてほしい。愛しいのジーザス。1秒待てないピンチよ。ディ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 
26に送る、隠したいことは僕のせい、はらりはら銀の壁となって、降り積もるすべてがないように、手を伸ばす君はどこへ行くの、ゆらりゆら海でまどろみ歌い、追いかける手と手届かず。春を、やばい声出ない、待って待って声出なくなってきた、やばいやばい黙るわ、え、あかんやん、配信で黙ったあかんやん、え、白雪は揺れて、一人残して声が出ない、タタ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 タ、え、質問なんやけどさ、コンビニで荷物って送れるん？まあまあ段ボールもう家にないからどっちみち郵便局行くつもりやけど、そしたら送付状もいらんな、ネットで送るの。いるものいらないものをどんどん普通のコンビニは送れるはず。なんかさ、そういう系のことあんま分からへんのよな、今までやってきてないから。また思い巡って、他は大和、あーなるほどね、それがね、いらんものがもうないのよ、もう十分ね、いろいろね整理した。え、だからあとは小道具とか靴まだもらってないのよ、受け取ってないのよ。まあそれはもう送ってもらえばいいか、勝手に、あとはお願いしますってな。じゃあもう、もう任せよ、それは。なかなか今いい声やったんちゃう。隠したいことは僕のそう。今のリナッチには歌わない方が良きなことは確かやな。ちょっと黙るわ、マジで。マジで歌われへん今。どうした？急に。ああ。
しょう。顔出すか。プリチーなお顔出そうかな。喉イガイガしてないの。瓶も捨てないとな。好みでなかった酒。すごいな、配信して今何分？10分ちょい、15分ぐらいしか経ってないのに。おー、200人も来てくれた。ありがとうみんな、ラビュー。ま、星だけ集めて退出した人もおるやろうけどな。わろたわろた。ワルタ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 ピーポーピーポー。ため息ばっかついちゃう。なんか疲れてる。世間はクリスマスイブ、私には関係ない。みんなもそうだよな。みんな仲間だよな。今から裏切るとかなしだぜ。クリぼっち確定、あたぼうよ。そりゃそうよ。当たり前やん。え？何を今さら。何を今さらおっしゃってるんですか。怒涛の10連勤中。ちょっとちょっとね、休みな、それはねえ。10連勤中えぐいって。お疲れ様です。明日は休めるんか。ちょっとコロナ一人になったらさ、回らなくなるのやだ。やめないそれ。ちょっと明日コンカフェで騒いできます。おもろ。明後日はリネサラ忘年会行きたい。待ってます。チケット取ってくれてますか皆さん。
興味のある方はですね、今日の10時、今日の10時チケット発売ですよ。来てください。来週水曜日まで休めません。え、イベントは？あ、19時からだったらいけるか。そう、そのための19時会議だから。みんなね。あ、チケット取り損ねたの？それは良くないですね。はい、アラーム絶対設定しといてください。あ、今からあのルイボスティー作るんで水の音します。ルイボスティー、水出し、ルイボスティー、水出し、ルイボスティー。え、あとさ、数日しか済まへんのにさ、なんかさ、2リットルの水ならもう一本あるね。使い切れるかな。おお、仕事終わりなんで行くのはスーツ。おお、ちゃんとスーツ着て、スーツ着てあれなんですね、仕事してるんですね。いいやん。お、イベントは必ず行きます。もちもちでプレゼント持参で、やったー、楽しみに待ってます。やったねー。チョコボール買ったけど食べてないな。なんかそんなんばっかり買ったけど食べてないの。自分で一回も料理してないわ。やば。興味はあるけど遠くて遠く、いや歩かんでもいいやん、来たらいいやん、うん、みんなと会えるのを楽しみに私はしておりますので、ええ、チャチャラチャンチャンチャラララロン。タオル6枚もいる？絶対いらんやん、これ。ヘビーイローテーション、チャン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 チャラチャン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 。おう、じゃじゃじゃん、トゥルン。はあ、da da 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 da
みんな寝てるな、もしかして。あ、仕事中か。だって中になんか獣医の人とか社畜って書いてるもん。お疲れや、みんな今日もお仕事お疲れちゃん。お疲れちゃん、固めとこ、もう使わんやつちゃうね。でももう使わんやつってのがないのよ、私の選択肢に。どれもこれもいる。ラジオ感覚でいます。なるほど。では本日の、メッセージですね。ラジオネームクセリナさん、郵便物を出す時の段ボールの大きさがいろいろあると思いますが、それの送料が分かりません。調べてください。はい、分かりました。ゆうパックはですね、サイズによって違います。ん？ちょっと郵便局のサイト見てるのもう分かりにく、分かりにく、あ？分かりにくすぎる。もうちょっとなんか分かりやすいさ、なんか風に書いてくれんのこれ。Uパック袋大230円。それやったらUパック箱小の方がよくない？中とかの方がよくない？Uパック中、ダンボール中、中でいくらなん？送料。おいらも仕事終わりのイベントなのでスーツですが、いいやん、スーツ、スーツええやん。なあ、一番かっこよく見える。シャキーンって。は？え、待って、運賃高。え、舐めてたわ私。え、あ、そんな感じ。え、60サイズのやつでも970円も送料する。音消えた？あああ。マイクテスト中。送料高。Uパック段ボール小。いやほら、ショールームポンコツやからさ、これよ。今アラームが鳴ったの。アラーム鳴った途端に音消えた。
本当やめてほしい。ダンボールショーってめっちゃちっちゃい、もしかして何入るんショーとか。もうえ、着払いな、親に払わせれるんか。そりゃかわいそうやろ、私の身勝手な荷物を勝手に。着払いで送らせたら、よくないよ本当に。そういうのはユーバックショー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 。60サイズって意外と分からんな、ちょっと分かりにくい。うん。テテ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 テ。え、あー昨日の取りに来てもらったのいくらだったっけな。2000と何十円か払った、1400いくらぐらいやった気がする。ちゃうかな、1500いくら。うん、多分そんなもんやった気がする。うん、ヤマトはね、ないのよ近くに。今日は石原さとみさんの誕生日だって。おめでとう。かわいい。昨日のはね、郵便ですよ。郵便局で来てもらいました。はい。うわ、忘れてた。ドライヤー送らなあかんやん。だるーい。うん、とても嫌、すごく嫌。あー、ここぞとばかりにめんどくさいものが増え続ける。目指せスーツの似合う池おじ。え、もう似合ってるくない？おじかどうか置いといて似合ってると思うよ。いや、そう、スーツの似合うイケオジはマジで必要。本当に。私の父がさ、そう、あんま着ない。あんまどころかも全然着ないから。やっぱね、なんかさ、電車とか乗っててさ、憧れるよね。なんかチェックのスーツとさ、あの、結構おじってか、もうおじいちゃん。70代でしょみたいなぐらいの方がさ、チェックのスーツ着てハットとかかぶっちゃって、ちょっと良さげの革のカバンとか、うわかっこいいなって思う。なんかそういう人って、うん、私的にはね。
身に余るありがたきお言葉26日行けるならチェック柄のスーツ持ってるん、すごいな。チェック柄のスーツ持ってる人多分なかなかおらんと思うねんけど。アプリが落ちた。ある、アプリ落ちた。まあまあいい腕時計つけていきます。じゃあ見せてね、ポーチ。いや、そうそうそう、だからあとは何や。え、そうで、私のおじいちゃんとかはおもろかったんがさ、ダブルチェックやねん。下になチャックだって、チェックのシャツに上にまたチャックのなんか着てんねんやんか。しかもなんかちょっと絶妙にあの色が合わへんねんおじいちゃんみたいな、その色合い組み合わせはおもろすぎるみたいな。でもその弟さんはめっちゃかっこいい服着てて、そう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 、いいよね。そう、電車の中での人の服とか私めっちゃ見ちゃうんだよね。あの昨日とかは女性の方ですごい、もう私の憧れのロング、めっちゃロングヘアで、私のこの髪色よりもすごいもっと赤い感じ、わー綺麗と思って、わーすごいと思って、めっちゃストレートやって、そう、わーいいなーって思ったり、うん。あとはね、なんかのライブの帰りなのかわかんないけど、量産型の服を着、なんかお揃いの服着て、もうこんな高い厚底履いてさ、でなんかヘアメって言うんだけど、なんかリボンね、リボンつけて、でくるくるくるって巻いて、なんか編み込みとかもすごい感じので、なんかね、なんかトレカ見てんのかな、え、やばい、え、これかっこいいみたいな、そう、何のやつか分からんけど持ってる子がいたりとか、結構見ちゃうんですよね。おじいちゃんってそんなもん、そうなん、いや分からんけど、うん、チャーミングなおじいちゃん、それでおじいちゃんおもろい。あとは何やろな、うん、で私のママとかなんか服装が若い若い、みんなこれどうかな、普通に私が着るようなブランドの服とか余裕で買ってきてるおもろいなって。まあでも私がその年齢になっても多分気分はそのまんまやから、まあそうなるよなって思いながら、あの似合ってないことはないんで何も言わない、うん、可愛いって言うけど、面白いなって。え、でも逆にその年を重ねてそれ相応のなんかね、あんま暗すぎる服とか着るよりはやっぱちょっとファッション楽しんだ方がいいんじゃないって私は思うかな。まあこんな格好してる私が言うんじゃない、言うもんじゃない。もう私はもうつい楽しちゃう服装。なんかさ、一生意識高い子っているじゃん。うん。サラちゃんとかずっと意識高いもんね、高校生の時から。本当に。本当にね、そういう子はすごいなって思う。え、だから私そう、会議は踊るの時、ブンツェルトじゃなくて会議は踊るの時に、あの服、私大量に冬服秋服持ってたから、もう毎日違う服着てやろうと思って、
毎日違う服着ていってん。そしたらちゃんとみんな気づいてくれて、いつも違う服着てるみたいな、可愛いみたいな言ってくれて、ああすごい気づいてくれるんやって、まあ、思いながらもうめんどくさい、すごいめんどくさい、明日何着てく、どの組み合わせでしょみたいな、あもうそういうの向いてないみたいよ私、うん、だからついね、あの買う服がワンピースが多かったりするんだよ。ワンピースそれが一番楽、もう一枚ピュッて着とけばもうピュッて可愛くなっちゃうから、本当にね。でもあとはまあ夏とかだったら私セットアップとか着る人が好き、男女問わず、うん、どっちもいい、セットアップは、とパーカー、パーカーでも暑いか、 T シャツに T シャツは誰でも着れるけど、あでもなんかピタッとしてるやつは嫌い程よいのあるやんそう服はね難しいよね、これいらないね、これ領収書ってさいつまで取っとくん、みんな、あ送料書いてたら1690円やってほぼ2000円やん、高っ高っ、高い送料送料で送料高い、ショッキングピンマジか、送料痛いなこれ、ちょっと丁寧に荷物送ろう、あの何あれもこれもってぶち込むんじゃなくて、筋肉見せてくる、見せつけてくる人、あピタピタのってあんま得意じゃない得意じゃない領収書もらう習慣ないや、え私も領収書くださいって言ってないねんけど、普通にレシートで領収書もらった。日本郵便って東京の千代田区にあんねんって、大手町やって、弟とかめっちゃオーバーサイズのな着るねんけど、上はいいけど下はさもうちょっとシュッと下の履いてよみたいな言っちゃうピタピタまではいかんから、そんなダボっとしすぎんといてって、もう完全に私の好みにさせようとしてが言うことは聞いてくれない、まあでしょうね、私もリナそんな服着んとさ、もうちょっとこっちのさなんかこういうなんかこういうデザインの着てよとか弟に言われても、あ黙れって黙れって言っちゃうわ、今なこれぐらいフリフリの着てとか、あとなんかめっちゃなんか真っ黒のこれ着てとか言って、えなんで、このレシートは領収書になります、書いてないですね、郵政省ですからね、え分からん、ちょっと詳しくないそういう系の、ゴミは捨てましょうちゃんと、こんにちは、え弟と歩いてたらカップルに見られたことない、いや絶対見えると思う、もうだって弟のさ年齢もさだいぶさ上がったっていうかさ、うん全然見えると思う、身長も高いし、
なーって思いながら電車乗ってそうそうそう、ほらだから私の、そうだそうだ、あの稽古の時とかいつもお父さんに送り迎えしてもらってるんだけど、で弟の今大学生、大学の時間とかいい感じに合わせてどっちかがちょっと早めに行くとかして、まあなんとか2人で送ってもらおうっていうので、でだから途中までね駅まで送ってもらって、だ電車とか方面が一緒だったら、方面が一緒っていうか、なんか私稽古場変わることもあるからさ、そうそうそう、で一緒に乗ったりさ、そうしてる、背高いし、もうだって大学生になってくるとさ、もうな、可愛さはさ高校生のなんかなあ、中学高校の可愛さはないやんか、うん、だし年齢分からん、多分マスクしてるし、はい、3時ぐらいになったら配信は一旦終わります、一旦っていうか、まあ、夜はまたやるかもせんし、どうか分からんけど、まあ、とりあえず10時チケット発売ですから、あー郵便のマークのあれは通、あ、逓信省の手が由来、そうなんや、JR はもっとは日本国有鉄道、なんで JR になったんやろな、ジャパンラインすげえ雑あ、でもラインはあれか、 L やんな、 R は何やろ、何やろな、考えたことなかった、うん、夜中になったらイブは終わるけど、だから私にはもうクリスマスイブもクリスマスもないねん、だからいつも通りなんよ、ごめんな、サンタの帽子とか買ってこようと思ったんやけどな、もう100均も近くにないしさ、ごめんな、なんか変なとこに住んでんねん今。ジャパンレールウェイ、なるほどレールウェイか、あのなんだっけ新宿ライン、あの東京王線、ねね、最強ラインみたいなさ、そういうラインを思い出しちゃった、あなるほどね、レールウェイか、エレクトリックレールウェイ、あれ乗りたいね、ディズニーシーのジャパンレールウェイ JR、 なるほどそういうことか、ありがとう教えてくれて、知らなかった、みんなはいろいろ知ってるんだね、ではそろそろランキングを読もうと思いますが、いつも来てくれてる人たちがいないので知らない名前を呼ぶかなと思ったけど、みんな知ってた、みんな知ってるんだな、やっぱ意外とみんなのことちゃんと覚えてるから、毎日配信してればいきます。13位からカズさん、タカヒデさん、クロミちゃんかわいい、ポコさん、マガリさん、ヨシカナさん、ミズヤンさん、岡本ちさん、カレー大好きさん、あっちさん、空飛ぶうさぎさん、クックーさん、あすごい、またちがいっぱいつないでる、岡本ち、カレー大好き、あっち、空飛ぶうさぎ、いい感じに韻踏めなかったな、クックーさん、ひとよさん、1位がよしあきくんでした、どうもありがとうございます、星投げ忘れてた、じゃあまた今日の夜か、今日の夜は微妙な、明日ですね、はい、みんなお昼から付き合ってくれてありがとう、じゃあ次26日のイベントのチケット追加販売が10時からです、詳しくはツイッターを見てください、ではバイバーイ、いい